スケホロ岳は、北海道中央部新徳町と南富良野町の境界にある山。日高山脈の最北部に位置する。名は、アイヌ語で下方の川の井の、サオロオッペツに由来する。古くは、サオロ岳とも呼ばれた。カリカチ峠の北4キロメートルにあり、山体は、河口岩主体だが、周辺部の大部分は、重活溶結業界岩の大地となっている。頂上には、 石狩アイヌとトカチアイヌの伝説にまつわるチャランケガンがある。1954年に新内側からの1961年にカリカチ峠側からの登山道が開かれた。第二次世界大戦前から格好スキー場として使用され、1961年には国有永久スキー場の指定を受けた。1980年に初めてリフトが置かれ、カリカチ高原スキー場として、 再開発された。第二次世界大戦中から1948年頃まで、頂上に気象観測所が、後には気象庁スケホロ竹速攻所が置かれ、1974年11月1日に、新徳町川標高900メートルにスケホロ竹雨量観測所が設置され、2009年まで観測を続けた。頂上の気象観測所跡地には、 1978年に避難小屋が建てられた。山陸のうち48.71ヘクタールがスケホロタケ風地単勝林に指定され、488.38ヘクタールがスケホロタケ野外スポーツ地域に、470.56ヘクタールがスケホロタケ風景林に指定されている。ありがとうございます。